皆さんこんにちは。テレビで見る芸能人は基本的に良いイメージを持てる人が多いかもしれませんが、実際の性格はどうなのかと気になることもあるのではないでしょうか。そこで今回は性格がクマるすぎる女性芸能人13人を紹介していきたいと思います。1人目は広瀬すずさん。映画やドラマではヒロインを演じ、性格が良くて可愛い役を演じている広瀬すずさんですが、実際の性格はとんでもなく悪いと言われています。特にひどいと言われているのは人への見下した感じ。同年代の売れている女優に対しても、私は広瀬すずだから他とは違うと思っており、何か特別対応がなければマネージャーを詰めるのだそうです。また見下した感じがテレビで現れたのが、トンネルズの皆さんのおかげでしたの食わず嫌い王決定戦での衝撃発言。裏方スタッフの話をしている時に、どうして大人になって自分の人生を他人の声を取ることにかけているんだろう、声だけでいいの、など音声さんをバカにする発言をしていたのです。そしてそれだけには止まらず、照明さんにも、なんで人を照らしているだけの照明さんになんてなろうと思ったんだろうと笑いながら喋っていたんですね。これは明らかに裏方スタッフを軽視した発言であり、自分が裏方スタッフに支えられて活躍できているのを微塵も思っていない人の発言なのではないでしょうか。2人目はベッキーさん。ベッキーさんといえば、不倫ブームと文春法という言葉を世に知らしめた立役者です。不倫をしたから悪いという問題ではなく、その後の対応にベッキーさんの性格の悪さがにじみ出ており、そこが世間は許せなく大問題に発展したといいます。不倫報道が出た後、謝罪会見を開いたのですが、相手の川谷絵音さんとの交際の事実はなく、仲の良い友達として親しくしていると交際を全否定。ここで素直に認めれば、最初は既婚者だったことを知らなかったことも含めて世間は許してくれたはずなのですが、このあと全てを欺くことになります。それが週刊誌の記事にもなってしまったベッキーさんと川谷絵音さんの LINE のやり取り。謝罪会見の前日の LINE で、その驚くべき内容は、今までの不倫関係をより堂々とするため、会見で友達といえばオフィシャルになるのではといった発言から、文集にお礼を言う始末。世間は当然これに激怒し、大問題になり、ベッキーさんは休業に追い込まれました。3人目は指原莉乃さん。元 AKB グループのエース、指原莉乃さんはテレビで見ていると、バラエティ番組では面白いキャラと巧みなトークで、普段も同じような感じかなと思ってしまうかと思いますが、相当問題があるようなんです。頻繁に使う嘘と後輩への態度と陰口がひどいそうで、テレビでは一切本当のことを喋らず嘘しか言わないため、元同じグループのメンバーも怖がっていると言います。後輩への態度は好き嫌いで使い分けているらしく、HKT のメンバーは指原さんに気に入られようと必死だったのだとか。可愛がっている後輩はよくご飯に連れて行ったりと頻繁に誘うそうなのですが、よく思われていない後輩にはダンスレッスンでボロクソに行ったりして孤立させてしまう徹底ぶり。また週刊誌では指原莉乃さんのハイタッチ会について、ハイタッチが終わった後すぐその会場内で、早く手を洗いたい、手を洗わせてと言っていたことが書かれており、かなり叩かれていました。4人目は前田敦子さん。元 AKB48 の絶対的なエースだった前田敦子さんは、アイドルを辞めてからその性格の悪さからファンが激減しているとのことです。週刊誌にもたびたび書かれていますが、プライドが高すぎるとよく言われています。 AKB 時代後半にはファンからのファンレターを握手会の会場で受け取り、会場のゴミ箱に捨ててファンからクレームが出るといった話も、何十何百と来るファンレターなのでしょうが、会場のゴミ箱に捨てるなんてひどすぎますね。笑っていいともに出演した時には、タモリさんが喋っている途中であくびをして暇そうにしていたのを生放送のカメラが映しています。また前田敦子さんといえば、合コンで様々な男子と飲み歩いていることが有名です。佐藤健さんに相手にされなくて、泣きながら裸足で佐藤健さんの服を掴んだり、しまいにはお姫様抱っこで連れて行かれたりするところを写真週刊誌に激写され、もはやアイドルでも女優でもない簡単な女としての地位を確立してしまいました。5人目は榮倉奈々さん。女優の榮倉奈々さんは態度がかなり悪いと評判なのだそう。それはカメラが回っていないところでの共演者に対しても悪いそうなのですが、自分のファンに対しても感じがとても悪いと言います。態度の悪さは番組関係者のタレコミでも多くあり、
ドラマの打ち上げで若手イケメン俳優に向かって、てか、あんたから挨拶されてないんだけど、誰なの？挨拶もできないの？とかなりの大御所気取り。また裏方スタッフにはわがまま言いたい放題で、疲れたからちょっと休憩するって言っといて、など、他の共演者を平気で待たせるのだとか、モデル業務の時もたびたび休んでいるようで、マネージャーが今は無理と言うと、誰のおかげで雑誌が売れていると思ってるんだよ、とブチ切れたという話も有名です。プライベートで歩いている時には、ファンの方がサインを求めると、うざひまプライベートなんだけど、と言い、サインを求めた方は謝って去ったと言います。プライベートを満喫したいという気持ちもわかりますが、言い方というものがありますよね。6人目は、ゆいぴーおかずクラブさん。ゆいぴーさんといえば、強烈なキャラでいかにも悪者といった感じがするキャラクターを前面に押し出していますが、プライベートでもかなり悪く、横澤夏子さんとの不仲説は有名です。先輩にいい子ちゃんぶる典型的な方のようで、よいしょがすごすぎるのだとか。しかし、同期や後輩に対しては性格が180度変わり、自分がリーダーかのような態度を取り、みんなをまとめたがるそうです。ゆいぴーさんとオカリナさんの関係はコンビ芸人の中でも最悪のようで、オカリナさんは反抗してこないからか、かなり高圧的な態度を取るのだとか、それから自分のことを本当に可愛いと思われているようで、他の女性芸人の見た目をボロクソに言うそうです。以前バラエティ番組でゆいぴーさんの今より痩せた姿の写真が公開された時に、共演者から「平愛梨に似てる」「マギーに似てる」とチヤホヤされたことがきっかけのようで、それから芸人仲間にスキンケアのことや顔のダメ出しをするようになったといいます。テレビが回っていないところで友達や仲間の見た目をバカにするのはあまり良いとは言えませんね。7人目は斉藤由貴さん。80年代を代表するアイドルであり、50代になっても未だに綺麗な顔立ちをされている女優さんです。そんな斉藤由貴さんは3度の不倫経験があります。1度目は当時絶大な人気を誇った若者の気持ちを代弁するミュージシャン尾崎豊さんとの不倫。最初の不倫でもかなりの問題となり、1991年に北海道の小樽旅行に行った時のラブラブツーショット写真が流出したことで明らかになりました。2度目は1993年に川崎麻世さんとの不倫が報じられ、こちらも写真を撮られています。カイヤさんが謝罪会見に乗り込む異例の状態で斉藤由貴さんが発した言葉は、私すぐ男の人を好きになっちゃうんですよね、とまるで反省していない発言をしたことによって叩かれることに。そして3度目の不倫は川崎麻世さんと縁を切った2ヶ月後に結婚した2017年、1週間に4回も斉藤由貴さんの自宅に不倫相手のクリニック経営者が出入りしていたそうです。しかも5年にわたる不倫関係だったのだとか。欲望のままに若い頃から人を騙し悪びれる様子もないところが性格に難ありですね。8人目はローラさん。モデルのローラさんといえば、女性からの絶対的な支持を受けて2017年の CM 女王に輝いており、相当な収入があると言われています。あの可愛らしい喋り方と天然とも取れる発言で大御所や先輩にもタメ語を使っていますが、不快感がないですよね。しかし以前一緒に働いていたモデルさんが言うには、今の喋り方を見て驚きを隠せないのだとか。日本人と全く同じように喋っていた彼女がいつの間にか片言になっているというのです。時間が経って話せるようにというのはあるかもしれませんが、時間が経って片言になるなんてことはありませんよね。またプライベートで買い物中、ファンの女性が話しかけるとローラさんは、誰？と聞き、ファンの女性が、いつもテレビで見ていて、と言うと、だから誰だよ、と高圧的な態度を取ったことがあるそうです。9人目は、ホラン千秋さん。ニュースや天気予報でおなじみのホラン千秋さんですが、きつい顔つきでもともと毒舌な口調、ズバズバものを言うタイプ。以前バラエティ番組でアナウンサーの田中みな実さんが、さゆにはまっていて毎日飲んでいるんですと言った時、あなたが好きなのはさゆなんかじゃなくてさゆを飲んでいる自分が好きなだけと素で言われると痛い一言を放っていました。田中みな実さんはそこから、女優さんとかみんな飲んでるし、私も女優さんみたいに綺麗になりたいと思ったからと発言すると、あなたアナウンサーじゃなくて女優なんですかと厳しすぎる返しをしています。しまいには
みなみちゃんの話は笑いこらえるのに必死でいい年こいてぶりっこして何下出してるんだか不思議、それ必要みたいなとボロクソに田中みなみさんに追い打ちをかけて番組内で泣かせるという事態に発展させていました。10人目は石原さとみさん。超売れっ子美人女優の石原さとみさんは大きな目に厚い唇で女子高生から大人の女性までファンがおり、様々な人の憧れの的になっていますよね。しかしそんな石原さとみさんはカメラが回っていないところでの性格は最悪だそうです。態度、男癖、愛想のなさが際立つといいます。気になるイケメン俳優や男性アイドルがいると自分から話しかけに行き、ごくごく自然に話しかけてわざと隙を見せて番号交換に運んでいき、自分から誘うそうです。愛想のなさや態度もかなりひどく、自分の気になっている男性や自分より先輩にはニコニコし謙虚で感じが良いそうなのですが、自分より後輩やあまり歴が変わらない売れていない芸能人にはものすごく態度が悪いのだとか。受け答えはするみたいなのですが、話しているのに相手の方を見ず笑顔もなく、話している相手が苦痛に感じるほどと言います。そして裏方スタッフやマネージャーに対してもかなりの態度で、マネージャーには楽屋に気に入った飲み物がないと為替に走らせたり、スケジュール確認をしている時にダリー疲れたなど仕事を頑張っているマネージャーのことを全く考えていない発言もしているそうです。11人目は岡市里さん。岡いちゃんの愛称で親しまれていた元キュートの岡市里さん。キュートの解散後もタレント活動を行っていましたが、既婚者である三谷隆起さんとの不倫が報じられ、後に三谷隆起さんは奥様と離婚。岡市里さんは2020年4月に芸能界から引退しましたが、その後 YouTube チャンネル &Twitter 岡池を開設しています。岡池として活動を開始したことは全てのファンから好評を得ることは難しかった模様。 YouTube チャンネルでキュート解散後に交際した男性の人数などを語った動画がファンの間でも様々な意見が上がり、さらに岡池のファンクラブの年会費が1万円と高額であったことも物議を醸してしまったそうです。その影響か、岡池の YouTube チャンネルは削除されてしまっています。12人目は須藤りりかさん。 NMB48 のメンバーであった須藤りりかさんは徐々に人気を集めていき、2017年の総選挙では多数のファンの応援の結果20位という好成績を残しました。しかし総選挙のスピーチの最中、突如結婚をすることを発表し、ファンはもちろん山本彩さんや大島優子さんら先輩にも苦言を呈されるほどの大事件となり、当時の SNS は賛否が巻き起こったのです。この件によって世間に名前を知られるようになったと同時に、性格が悪い芸能人と認識されるようになった須藤りりかさん。さらに結婚発表後はテレビ番組でファンを複雑な気持ちにさせてしまうような発言を連発し、当時は炎上タレントを目指しているのと感じたファンもいたようです。13人目は上原貴子さん。スピードのメンバーとして一世を風靡し、女優としても人気を博した上原貴子さんですが、 ET キングのテンさんと結婚したものの、夫の自殺によって未亡人となってしまい、世間からも同情されていました。しかし天さんの自殺の真相が明らかになってからは状況が一変。上原貴子さんが俳優の阿部剛さんと不倫していたことが報じられ、天さんの遺書も週刊誌が掲載し、上原貴子さんと阿部剛さんらしき人物の LINE のやり取りも流出してしまったのです。 LINE の内容はトントンに会いたいよ、旦那さん大事だけどそれ飛び越えてるといったものでした。そんなことが世間に分かってしまっても、上原貴子さんと阿部剛さんは謝罪会見を一切行わず、いつの間にか2人は破局を迎えた模様です。いかがだったでしょうか。性格がくまるすぎる女性芸能人13人を紹介しました。テレビの人気者はテレビでも注目されますが、プライベートはより注目されます。芸能人は良いイメージを求められるため、それがストレスになってしまうこともあるかと思いますが、ファンや周囲をがっかりさせることだけはしてほしくないですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。